かぶちゃん行くぜ。うむ。まずは湯布院、湯布院のお風呂。ちょっと温泉、温泉、はい、お風呂って言っちゃったよ。お風呂&温泉にちょっと行って、はい、温泉を堪能します。嬉しい、超嬉しい。湯布院のお風呂に行ってきます。いってらっしゃい。一人だと寂しい気はするけど、楽しんできます。いってらっしゃい。私はですね、あんまり温泉が体に結構負担になるので、お留守番です。はい、インバーターつけて、私は待ってる間にちょっと作業をします。誰もいないので撮ります。うわー、すごいねー、見て、露天風呂、他に湯布だけも見えるんですよ。すごいね。ほら、おお、すごい綺麗だよ。ちなみにリモートワークっていう、この会社に出社しないでできる仕事で、リモートワークってどうやるのっていう動画を出したら需要ってありますかね。なんかもしあるんだったらそういうのも出そうかな。なんかこういう稼ぎ方があるよとか、こういう仕事のスタイルがあるよみたいな動画、ちょっとアンケート取りたいと思うので、ここまで見てくださった方、コメント欄にコメントお願いします。結局一人で独占にしちゃいましたね。すげえよかった。おかえり。よいしょ。隣のね、カービィね、昨日手振ってくれた人だった。ああ、やっぱりなんかそんな感じに思えた。うん、うん、ただいまー。おかえりなさい。いや、独占でした。あ、本当貸し切りだった。貸し切り。あ、よかったね。なのでちょびっとだけ、ちょびっと撮ってみます。あ、よかよか、はい。この見えている不思議な形の山が湯布岳です。湯布岳を見ながら入った温泉は、ガッちゃんどうでしたか？いや、良かったよ。良かったそうです。透明でね。透明、はい、うん、なんかすごい綺麗な、本当に綺麗な感じの、うん、美しいお湯だった。あの、語彙力がなくて、ただただ美しい温泉だったと申しております。いや、本当綺麗だよ。よどんでもないし、全く湯布岳、いつの間にかめっちゃ近くなってんね。さあ、ガッちゃん、一気に登ってまいりました。うん、結構ビビるレベルで登るね。ガッちゃん、これ多分湯布岳よ、目の前。おお、バンクベッドで見えなくね？大丈夫？見える見える。うちは見えてないけど、GoPro は見えてるから平気。あー、そっかそっか。ほらー、わー、すごい。うん、すごいね。あの、阿蘇山とも違った迫力があるし、すごいね。緊急
話してるんだけど。やばくないこの煙量。すごい湯煙だね。もうちょっと低かったらもう逆に交通障害だよ。すごいね。フェニックス群だよ。今度見るとやっぱ南国って感じする。そうだね。うん。今向かってた場所が行き方がわからないという。というか、まあね、ちゃんと調べてねえから。なんかね、神社みたいなのがあるんですよ。山のどこかに。うんうん。道がないまず。そうね、道ないのは分かってたんだけど。どう行くかわからない。うん。まあこんな日もあります。ということで、3つ行きたかったところのちょっと1つダメだったんですけど、うん、まあ2つ目行ってみようかなと。はい、向かいまーす、はい。はい、やってまいりました。ガチャ置いてきぼり気味ですが、どっかなぐったで、まあ、どこにやってきたかというと涼子寺というところで、ちゃんと駐車場も完備でいいね。すごい平らだよね。ね、天台宗のお寺で1300年の歴史持ってるんだって。で、江戸時代からはもう総寺院、いわゆる、まあ、大本山みたいな形で統括してきたっていうね、なんか由緒あるところみたいだよ。この階段は危ないパターンですね。斜めになってますね、全体的に。うわー、すごいね。うん、すごい味があるね。雰囲気がある。けど階段もすごいね。すごいね。え、ああ、すごいよ。すごい。岩に食い込んでる感じで。おー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 。本当だ。うわ、熊野座神社みたいな感じの凄みがあるね。あのね、ガッちゃんがね、またアホなことをしようとしてます。なんか七不思議を体験できるらしい山巡り、山登りなんですけど、行くけどね、私置いて行くけどね、なかなかな急車のはずなんです。すごいきついね。
でね、多分ね、階段一段一段足を全部置けないはずなの。早いな。よいしょ。俺の足の大きさに合ってない。でしょ。石段が。でしょ。はかましくないでしょ。おかえり。